高橋新さあ今回の動画ではですね法律の入門みたいいなこととをお話ししようと思います。一応私司法試験に受かってますので一般の方よりは法律を勉強してきたつもりなんですがこの法律や法律学というものは専門に勉強しないとなかなか触れる機会がないと思います。 でそんなわけで、えー、今まで法律に触れたことがないよという方にもこの分野でどういうことをやっているのかということをお伝えして法律や法律学というものの裾野を広げてみようという趣旨でこの動画を作っております。でテーマなんですが私が大学入りたての頃はその最初の法律の授業というのは民法をテーマに 行われていましたただ一般の方民法はなかなか <laughs> イメージしづらいと思います一般の方が法律や裁判って言った時にまず思い浮かべるのは民法よりも刑法の方じゃないでしょうかというわけで今日は刑法のとある話題をテーマにお話をしたいと思います。それがこちらです下着泥は本当に窃盗罪なのかということですね。 まず下着泥云んは置いといて今からこういう事例がありますというのを2つお話ししますでその事例がどういう犯罪になるのかというのを皆さんも直感でいいので考えてみてください事例 1A さんは B さんに恨みを抱いていました A さんは B さんに嫌がらせをしてやろうと思い立ち夜中 B さんの家に侵入して b さんが大事にしている。次回100万円相当の高価な壺を持ち出し、自分の家に持って帰りました。a さんは自分の部屋で持って帰った壺を床に叩き落として割りました。事例に a さんは壺マニアです。a さんは b さんが持っている。次回100万円相当の壺が欲しくなりました。やはん。 闇に紛れて B さんの家に侵入した A さんは壺を持ち出して自分の家に持って帰り今ではこれを眺めては恍惚としていますさあどうでしょうか皆さん A さんにどんな犯罪が成立するでしょうかあの事例1も事例2も住居侵入罪はおそらく成立することになるんですがそれは考えなくていいですそれ以外に A さんにどんな犯罪が成立するでしょうか 考えたい人は一時停止して考えてもらってもいいですはいで結論を言いますと学説刑法の学説はいろいろありますが判例の基準から言うと事事例例はは器物損壊罪、罪窃盗罪になります。で当然その結論はおかしいんじゃないかという思いの方もいると思いますそういう方のご意見をちょっと今から代弁してみますが これ、事例1と事例2って、ほとんど起きてることが一緒なんですよ。事例1も事例2も A さんが B さんの家に侵入して、B さんの所有物である壺を自分の家に持って帰ったっていうところは完全に一緒です。で、あれば、事例1と事例2で成立する犯罪が違うのはおかしいのではないか。 もっと言うと事例2が窃盗罪であれば事例1も持って帰ってるんだから窃盗罪でいいのではないかということですねじゃあ何で判例は事例1を器物損壊罪としているのかということを今から説明していきますがまずは刑法の条文を見てみましょう条文は法律を勉強する際の基本ですじゃあまずは 窃盗罪、刑法235条です。読み上げます。他人の財物を摂取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。続いて、器物損壊罪の規定が261条ですが、全3条に規定する者のほか、他人のものを損壊しまたは障害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは過料に処する。 で、えーっと、まず器物損壊罪のこの条文ですが全3条に規定するもののほかというのは今の段階ではあんまり気にしなくていいです器物損壊罪って何を壊したかによって細かくいくつかに分かれていてですねこの261条以外にもいくつか規定があるというだけのことですで次にこの障害という言葉もこれ 動物相手に何かをした時を想定してこの障害という言葉を使っているだけです。刑法に限らず法律の世界では動物は基本的に物扱いなので、まあ、動物もこの犯罪に含まれますよという意味でこの言葉を使っているというだけのことです。これもややこしいので一旦消しちゃいましょう。はいそうするとこうなります。 他人のものを損壊したものは3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは過料に処するということですね。ではなぜ事例1は261条で事例2は235条なんでしょうか。これはこの条文を見ただけでわかるかというとわかりません。でもこの条文に手がかりはあります。あの法定 K の方を見てください。 窃盗の方は10年以下の懲役または50万円以下の罰金になってますが器物損壊の方は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは過料となっています窃盗の方がだいぶ重いんですねこのせいなのかどうかは実ははっきりとはわからないんですが判例は窃盗罪の成立には 利用意思というものが必要だというふうに考えていると理解されていますこの利用意思が何かと言いますと「意思」という言葉が入っていることからも分かる通り犯人の主観なんですが判例の言葉を使うと取ったものをその経済的要望に従い利用しまたは処分する意思と いう意味だと言われていますで、これだけだとまだわからないと思いますもう一回さっきの説明に戻ると利用しまたは処分する意思なんです一般的に物や財産というものは利用または処分によってその価値が実現されますそれで犯人の主観として この利用または処分による価値を実現しようとする意思がなければ、たとえそれっぽいことをやってても窃盗罪は成立しないというのが判例の考え方なんです。だから冒頭で紹介した2つの事例でも、事例1の方は B さんに嫌がらせしようという意思しかなかったので、器物損壊罪しか成立しないという結論になるということです。 やってることは一緒でも一番最初の動機が違うから成立する犯罪が違うということですねではなぜそもそも条文に書かれてすらいない利用意思なるものが要求されるのかといえば窃盗罪と器物損壊罪をきちんと区別して窃盗罪の重い法定刑を正当化するためだという説明がされていますここは、 踏み込むとすごく専門的な話になってしまうのでごくかいつまんでの説明になりますがすごく雑にざっくりと説明をすると利用意思がある方が自分の利益を実現しようとしているわけですからより強力な動機に基づいて犯罪が行われるとでそういうやつの方がより悪いやつだということですね。 で動機が強力になるから犯罪も行われやすいのでより抑止の必要性も高いとだからより重い刑を貸しておく必要があるというようなことですさあこれで万事解決といけばよかったんですが世の中そう甘くはありませんあれこれどっちだ窃盗か器物損壊か利用医師 あるのかないのかっていう微妙な事例がどうしても出てきますでここでようやく冒頭の下着泥の話が出てくるわけですで実際に最高裁の判例であった事例にこういうのがあります木材ををするたために電線を切り取り取ましたこれ電線を壊しているので器物損壊にはほぼ間違いなくなるんですが 電線の窃盗まで成立するでしょうかさっきの話を思い出してください。利用意思っていうのは財産を利用もしくは処分しようとする意思でしたね。今回の最高裁判例の事例は電線を処分はしていない。利用はしている。でもどう考えても電線の本来の使い方ではない。 これでもセット剤でいいのだろうかっていうのが問題意識です。で、下着泥も同じ話がそのまんま通用します。まあ、処分は別として、ここでは利用を念頭に置きますがあいつら盗んだ下着を利用するにしても、どう考えても衣服としての本来の用法では使わないと思われます。 たとえそういう意思だったとしても利用意思ありと認めていいのか窃盗罪の成立を認めていいのかっていうことですねで最高裁は結論的には下着泥もあるいは先ほどの電線の事例も利用意思ありと認めて窃盗罪が成立すると判断しましたただその理由についてはちゃんとした説明がないので 高がどうう考えているかかというのはよく分かりません。学説はこれらの判例の解釈としてまあ財物から生ずる何らかの効用を享受しようとする意思があればそれは利用意思ありと認めていいんじゃないかみたいなことを言っていたりします何らかの効用でさえあれば それはもう本来の用法で生じるものじゃなくてもいいというふうに利用意志を緩めて考えるということです。ただ、ここまで緩めて考えると、実際のところ器物損壊との境界が結局曖昧になってしまうと僕は思っています。だって先ほど器物損壊になると説明した嫌がらせの事例であって、嫌がらせをすることで 自分の報復感情みたいなものが満足されるという効用はあるわけです。それでもっと微妙な事例としてですね、これはこのテーマで僕がロースクール時代論文めいたものを書いたんですが、その時最後の高等諮問に出てきた橋爪先生という刑法の教授から聞かれたことです。もう忘れもしません。橋爪先生からは、 下着を燃やして性的興奮を得る人はどうですかと聞かれましたそんないや,いやらしいこと聞くなと私は思ったんですがね皆さんも考えれば考えるほど利用意志とは何なのか窃盗と器物損壊の違いはどこにあるのかっていうのが分からなくなってくるでしょこの下着を燃やす人は紅用を下着から得てはいるんですが 絵方があの嫌がらせで壺を割る人と一緒なんですよその取ってきたものを破壊して雇用を得てるんですねそれも利用意志ありなのかなしなのかもう全然わかんなくなりました私にはだから私はもうこんなややこしい区別はやめて 法律を改正して窃盗罪と器物損壊罪を統合してしまった方がいいと思ってますそも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 窃盗罪の方があれだけ重くなってる理由がよく分かりませんさっきはその理由を説明しましたけどあの説明もだいぶごまかしてます私もロースクール時代このテーマで論文書いてあって先ほど言いましたが そののの時に色々な人のものを色々読みました。でも結局窃盗罪の方があれだけ重い理由はピンとくるものがなかったんです。そもそも器物損壊は物を破壊してしまうわけで物が残ってる可能性のある窃盗よりも被害者に与える被害の度合いは大きいとも言えるわけですね。 それでも、窃盗罪の方から起こりやすいだろうから抑止の必要性が高いだから重い刑を科さねばならないというのは分かるんですがもう片方でこれ刑法の考え方として起こりにくいことをわざわざやったやつの方にこそ重い刑を課すべきだという考え方が あるんですこれまた今もすごくざっくりとした説明をしていますあの。興味ある方はきちんと勉強を進めればちゃんと向き合うことになるかと思いますが、まあ、例を言えば窃盗より強盗の方がやりにくい障害よりは殺人の方がやりにくいと。だからやりにくいことをあえてやったやつの方が 重い刑を課されるべきだというようよな考え方です。だから窃盗の方が起こりやすいから抑止の必要性が高いとしても一方的に刑をあれだけ重くする理由には直ちにはならないということになると私は思ってます。まあそれに仮に統合したとしても窃盗罪の法定刑先ほど見ていただいた通り10年以下の懲役となっていて加減はないので。 物損壊罪の3年以下の懲役という刑は今のまんまでも丸々課すことができます。ですから、統合したとしても、あとは裁判官の事案に応じた量刑判断に任せれば、さほどの支障はないだろうと私は思ってます。まあ、というわけで、今回の動画はこれぐらいにしようと思います。えー、一応、一般の人にも引きのありそうなテーマで、 方角関係の動画はまだ上げようと考えているものがいくつかあるので、えー、モチベーションが湧けば作ろうかと思いますが皆さんの高評価とチャンネル登録がモチベーションにつながりますので毎回しつこいですがやっていただけると幸いでございますでは今回は この辺で失礼いたします。さようなら。